よっしゃ はーい、ないわな。大変長らくお待たせ、いたしました。というところでね。なんと、11時。なってへん。何分前。何分 ?3 分。3分前。10時57分。ということでね。10時57分ですよ。これを、まず、押さえておいてくださいよ。ね。だから今日は、なんといっても、メインはリーちゃんだったんですね。月曜日、皆さんどうでしょう、無事にお勤め終えられましたでしょうか、ということでね、眠たい眠たいやないけどな、正直頑張ってまいりましたけれどもね、疲れももうピークを超えてございましてね、花粉ももちろんでございますけれどもね、忘れた、ほんまに忘れた、リーちゃんのね、とりあえず今日は病院というところで6時から18時な予約してて行ったんですよ。20分前ぐらいに着いて、ほらりーちゃんのベンツでね、いつもので改造してますやん。でちょっとやっぱりね、カゴにね、バスケット背を高くかさ上げしてやったんですが、この前はこう透明のね、こうビニールみたいな感じなんですが、この横から後ろがほらちょっと黒でね、こっちが見えないから、どうしてもちょっとこう、祠の中に入るみたいな感じでね、やっぱ怖いんやろな。どうしても体を乗り出しながら、後ろを向きながら、行きましたけどもね。だからね、雨降ったら座らな、立ったらあれ閉められへんからね、ちょっとどうしたもんかなっていうところでね、なんとか、頑張って行ってきましたけどもね、20分前に着いて、6時20分ぐらいですよ、逆に。だから40分ぐらい待ってた。リーちゃん頑張りましたよ。だから6時18時20分ぐらいからスタートして、終わったんが、まあ、検査でね、8時前ぐらいかな。結構だから2時間ぐらいおったんちゃう、あれ。長かったな、リー頑張ったな、思ってね。今日はリーちゃん褒めてあげてほしいな、つうところでね。状態は、あんまり、まあ、良くはないんですが、体重がね、マックス18やったんが、14キロになってる。だから4キロ減になってしまって、で、まあ、検査、いろんな検査やったんですが、血液検査やって、どこも悪くはないと。だから、その、カリカリのご飯をね、お高いやつなんですが、今、1万円ぐらいするや3キロ。1万円ぐらいのやつやけど、次回、検便のね、検便取ってきて、検便の検査やって、それ以下では、カリカリをちょっとチェンジしましょうかっていうことで、だから、肌には、皮膚にはいいんだけど、その栄養分としてね、合ってないっていうことで、体重が落ちてきてるんちゃうかなっていうところでね、他は、内臓とか、他は悪いとこなかったんで、まあ、前回もやったんですけど、悪いとこなかったんで、そこのところをね、だから、カリカリを変えて、ひょっとしたら、土日のスペシャルをね、牛肉、豚肉、鶏肉とかある、やってるんですけど、鶏肉をちょっと、そのカリカリを変えたタイミングの時に、鶏肉をちょっとやめましょうかとかね、いうことを先生おっしゃってたから、そうなったらなったで、ほら、レオは食べて、リルク食べへんの、ちょっと、これはいじらしいかな、っていうところでね。どうしたもんかないでね、これを、一旦、だから、どっちもやめるとかね、いうふうにせなあかんのか。だから、他の、まあ、焼肉とか、ね、牛肉だから、豚肉が、まだ、って言うんやったら、まあまあ、そっちでこうね、やったらいけるんかなとかね。やっぱり一人だけ言わんのはちょっと俺はどうかなとかね。やっぱかわいそうやんか。なもう、レオもね、かわいそうやけど、我慢したってくれやと。いう気持ち、ね。そのあたり、他にべしゃりもあったけど、忘れたもうこんなね。だから今日もほら、散歩でしょ。だから8時から。リーちゃん行ったから。ね、明日雨でしょ？今日どうしようかもね。明日雨、関内雨なんで、これはやっぱり行かな、ご褒美返せやろうっていうところでね、空気読んで
8時ほんま9時ぐらいまでですね、1時間から8時40分ぐらいに帰ってきとったね、りーちゃん。さすがやな、人間より賢いな思ってね。だからね、まあ今日申し訳ないね、とはいえね、毎日1日の集大成で見て、眠るという方も多いかもわかんないけどね、これは眠たかったら先に寝てください、構いません。で明日の朝ね、でこれ場合によってはこの後アップしても明日の朝とトンアップされてない場合もあるじゃないですかね。これはまあグーグルの問題やけどね、私の問題じゃございませんけども、そういう場合はまあ連載もんの漫画とかな、本の1巻2巻をまとめて読むっていう気持ちね。だからあそうか、な昨日のやつはもう今日ワンツーで見れるんかぐらいの気持ちね、それぐらいの気持ちでいていただければアマツヨも助かるからね。もう諦めたよ、しまいに途中から腹減ってきてね、お風呂も入ろう思てね、もうこれもうええやん思て、まあええやんっておかしいけど、とはいえ早せえやろね、何分6分20秒ね。だから TikTok のお方には申し訳ないね、でも今日はおまけちょっとできへんから思てね、さっきくしゃみ連発しとったんでね、これ歌ってる時にくしゃみでね。ねえ、まあまあそれも生きてる証拠いうことでね、アマツヨワールドやから何やってもいいと思うんですがね、今日はまあおまけはもう寝ようね、平和に終わっていきたいなっつうところでね、明日もあるから正直なし、明日ひょっとこして雨だったらまたほら逆にねお散歩の時間がこう前倒しになりますから、水曜日の筋トレは木曜日になりましたから、日曜日、やってるんで、水曜日やったら早すぎるという形ね。他何かあったか、でも疲れた、ごめんなお前もな、みんなに謝りながらアマツヨは今日もやっていくという形ね。いきますよ、よろしくお願いしますね。これ聞いて、まあ、何時に皆さん、聞けるか分からへんけどね、必ずしも、月曜日のやつは月曜日というわけにはいかん場合もございますんでね、そのあたりは、マインドコントロールしていただいて、一番自分に合った形を選んでいただくと。ね、いろんな形のところで、いわゆる聞いて、いただいてるわけでございますからね、なかなかそのまありーちゃんの気持ちに今日はなっていただけたらありがたいかなとね。だからほらべしゃりないやん、りーちゃんとかレオは。だからよ、もう言葉いらん思った俺は、はっきり言うけど人間やな、言葉ありませんか。だからまあ自分中心に言うんだけど、そんなんないからな。だからそこにやっぱり本物を見るっていうかな、俺はそう思った。だからもう言葉がいらんから、もうほんまにだって与えられたやつを食べて、その時間待て言うたら待ってやるわけじゃないですかね。もう怖いと思うよ、病院行くって分かってるから、ベンツ乗ったらね、ベンツのバスケット乗ったらもう小刻みに震えるわけじゃないですかね。頑張ったな、奥野で褒めてあげたいなと思って、よろしくお願いします。行こう、何分、9分マイク入れようかね、せっかくやから。もう11時回ってるけどマイク入れて、ご近所さんもごめりんこんという形だから、 TikTok の方はもう始まったらもう時期もうプチって切れる可能性大だから、10分やから、だからごめんやけど YouTube の方またね覗いてください、よろしくお願いします。明日も頑張るから、先言うとくから、いい夢見てよ。Thank you.
よくね愛しますよと甘い言葉とめゆえ一人暮らしの寂しさがあって寂しさゆえに愛が芽生えお互いを知って愛が終わろう別れは涙で飾るもの笑えばなおさらにじめになるでしょうごめんに好きにさせといて勝手に好きになったらないでしょう逆恨みするわけじゃないけども本当にあなたのひどい人だわだから私の恋はいつも眠り眠って振り出しよういつまでたっても恋のようなあなたの胸にはそそるのよただの忘れなくて酒を飲むなんとか私の勝手じゃないよ好きでもないくせに好きな不倫をするのをよしてほしいわ悔しいけど惚れたのはどうやら私の方だったみたい別れの舞台は残ってなどとおどけてみせるのもこれで最後ねさよならさよなら心かよがぬ恋がどうさようならできることなら笑いとなれだから私の恋はいつも巡り巡って売り出しよいつまでたっても恋のやわあなたの胸にはそそるのにだから私の恋はいつも巡り巡って売り出しよいつまでたっても恋のやわあなたの胸にはそそるのによし、ダッシュで飛ばすぞ。大きなありがとう。明日また頑張っていこう。バイバイ。おやすみ。夢見てくださいよ。今日は、レオ、おいで。こっち来い。早く、早く、ダッシュ、来い。来い、早く来い。来い、書いてる場合ちゃう。来てくれ。早く、早く、早く、来い。レオ、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 レオ。こんなしか書いてますわ。バイバイ、おやすみ。夢見てね。夢で会いましょう。